はい、ということでこんにちは、こうです。まさやくんです。こんにちは。こんにちは。本日はですね、皆さんから、まあ、Twitter、インスタで DM などで海外大学に進学したい人とかたくさんいるんですけど、まあ、それでこう海外大ってどん結局どんなんなんですかとか、入るの難しいんですかとか、たくさん質問が来ているので、まあ、ちょっとね縁あってまさやくんと、はい、出会うことがあったのでね、はい、今日はたくさん質問していきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ、興味ある方は最後までご覧ください。じゃあ、なんかなんで僕が、うん、まあ、まさやくんにね、あの撮影の依頼というかオファーをしたかっていうところなんですけど、まあ、実はまあ、まさやくんってこう海外の大学を目指している方、まあ、日本だけでなくね、まあ、世界から海外大を目指している人にちょっとねサポートみたいなことを活動していて、ちょっとオファーをかけさせていただきました。まあ、ちょっと簡単に自己紹介をお願いします。はい、まさやと言います。今、まあ、ここバンクーバーにあるブリティッシュコロンビア大学、9月から3年目になります。専攻はアジア文学で、まあ、アジアの歴史とか言語とか宗教とか、まあ、そういったいろいろ全般的に勉強してます。まあ、カナダに来たのは中学校卒業して高校1年生の時に来て、で、まあ、こっちの高校の時はトロントの近くに住んでたんですけど、そこの高校を卒業して今 UBC の3年目にもうすぐなろうというところです。で、まあ、さっきこうくんが言ってた通り、その、まあ、日本の高校生とか、まあ、社会人もそうなんですけど、が海外の大学とかに進学したいっていう人の、まあ、サポートであったりとか、どうやったら海外大学に行けるのかとか、どういった生き方があるのかとか、そういったサポートをやってます。そのサポートっていうのはどんな感じでやってるんですか？それはツイッターとかですか？まあ、なんかそういうサイトがあって、僕はそこで、まあ、アンバサダーっていう感じで所属させてもらってるんですけど、まあ、概要欄貼ってると思います。はい、まあ、基本的には、まあ、チャットでの相談とか、うん、まあ、全然 Zoom 使った相談とかも全然やってるので、まあ、そういったところで、まあ、カナダだけに限らずアメリカとか、あとにヨーロッパ圏とか、あのオーストラリアとかいろいろいるので、まあ、カナダに限らず海外大学の進学に興味がある人はぜひ確認してみてください。はい、まあ、今回はですね、まあ、そのカナダのバンクーバーにある UBC ユニバーシティオブブリティッシュコロンビアに行ってるね、はい、まさやくんにどんどん質問をしていきたいと思います。ではまず一つ目です。なぜ日本の大学ではなく海外の大学を選んだか。もちろんまさやくんは、まあ、高校1年生から、まあね、こっちの学校にいるから、まあ、その流れでっていう可能性もあると思うんですけど、まあ、でもそれでも日本の大学に行く可能性もあったわけじゃないですか。だけど海外大を選んだ理由ありますか？まあ、最初は日本の、まあ、こっちの高校卒業して日本の大学行こうかなって思って、まあ、日本の大学いろいろ調べてたんですけど、まあ、その高校3年、こっちの高校3年生でその進路を決めるときに、まあ、そのまあ周りはもう日本人ほんと少なくて、僕が行ってた学校、うん、同じ学年に僕入れて3人かなしかいなくて、でまあ、本当に、まあ、ちょっとトロントの外れの結構田舎な町だったから、まあ、そんな感じだったんですけど、で、まあ、それで、まあ、周りの、まあ、現地の友達とかは、まあ、みんな大学どこどこにしよう、どこどこにしようみたいな話になってて、で、まあ、ここ2年生まではもう本当に日本の大学、まあ、日本に夏休み帰った時にオープンキャンパス行ったりとか、まあ、日本の大学考えてたんですけど、まあ、その周りもそうだし、まあ、自分もなんか、まあ、せっかくそのここまで英語力が伸びて、その高校の間 で、まあ、それをなんかここで日本に帰るのはなんか、まあ、日本でそういう、まあ、英語系の学部とかに行ったとしても、まあ、なんかこれより伸びることってあるのかなって思って、まあ、なんかせっかくここまで来たのを、まあ、ここで終わらせるんじゃなくて、もっとなんか英語力、そうそうそう、まあ、なんか話せたりであったりとか、まあ、いろいろ英語力を伸ばしたいな
って思って、まあ、こっちの大学に、まあ、ちょっと興味が湧き始めて、まあ、そこからいろいろ、まあ、学部とか大学とか調べていって、まあ、行けるんだったら行こうかなと思って、まあ、全落ちしたら、まあ、日本の大学、うん、日本に帰ろうかなって思ってたんですけど、まあ、合格いただいたので。なるほど、はい。まあ、2つ目の、ね、質問に行こうと思うんですが、うん、まあ、ぶっちゃけカナダに来たのは高校1年生、うん、まあ、もう7年6年目かな。6年目、さすがにね、もうめちゃくちゃ話せるのは僕知ってるんですけど、ぶっちゃけ高校1年生の時ってどんぐらいの英語力あって来たんですか。高中3の時に英検2級、あ、英検準2級取って、英検の準2級かな、そう取って、まあ、でも英語その勉強始めたのは中1だし、まあ、日本の教育、そう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 、まあ、英語教育、まあ、でも今って小学校とかからやってるんでしょ。小学校、そうなんだ。だって俺たち外国語だったじゃん、小学校、うんうん、あったね、あったね、外国語そうそう、まあ、でそれで、まあ、中1から始めて、まあ、でも何回かそのホームステイ短期の、うんうん、そのホームステイとかに、まあ、行ったことはあって、まあ、小学校の時と中学校の時に行ったことがあって、まあ、それで、まあ、海外の生活っていうのは、まあ、なんとなくイメージっていうのはあったんですよ、その高1で来るときに、うん、まあ、けど、まあ、さっき言った通り中1から英語の勉強始めたし、まあ、なんか自分的にその、まあ、ちょっとぐらいは周りよりは喋れるかなみたいな感じで、うん、高1の時来たけど、うん、まあ、なんか、まあ、ずっと高校生の時はホームステイしてて、はい、もう最初何て言ってるか分からないし、うん、授業も放り込まれ、ポンって放り込まれて、うん、まあ、最初は ESL とかも取ってたけど、はい、ESL の他にも普通に、まあ、現地の子と同じ授業も取ってたから、うん、まあ、なんかヒストリーのクラスにさ、ポンって放り込まれて、えみたいな何言ってんのみたいな、うん、まあ、思ってたよりは全然話すのもできてなかったし、聞くのもできてなかったです。うん、質問するのが、英語を学ぶにあたって何がこう一番苦戦したっていうか、何にこうちょっと時間を費やした。あ、まあ、でも一番多分その簡単ではないけど、まあ、その一番最初に伸びたのは多分リスニング。うん、まあ、なんか周りに日本人そんなにいなかったし、はい、まあ、もちろん日本人と遊ぶことも全然あったけど、仲良かったから、うん、けど、まあ、やっぱり、まあ、部活とかもやってたし、そういった課外の活動もやってたから、まあ、リスニングが多分一番すぐ伸び、うん、すぐ伸びってある、まあ、早めに他のより。で、多分一番苦戦したのはリスニング、リーディング、スピーキング、ライティング、ライティングかな、ライティングか、ライティングかな、でも今でも苦手もう嫌だ、エッセイとか書きたくないもん。そう、まあ、でも、まあ、その学校でももちろ ん、 その、まあ、なんか英語のクラスがあるわけじゃん、まあ、日本でいう国語みたいな、はい、で、まあ、そこでもちろんそのエッセイの書き方とか勉強するし、まあ、日本人でさ文章書くの苦手な人もいるじゃん。確かに、こっちでも普通にいるから普通にいるから、そのなんかネイティブの人みんながみんな、うん、サラサラ書けるか、そうそう、サラサラ書けるかって言われたら全然そういうことでもなくて、まあ、だから俺はそうだね、僕的にはまあ人にももちろんよると思うけど、うん、俺はライティングが書くのがね、うん、一番伸びしろが悪かったっていうかなるほど、未だに苦手っていうか。大学、まあ、高校から行ってると思うんですけど、高校とか大学の費用面って、まあ、ぶっちゃけこう高いのっていううんっていう高い大学はまあ、もちろんその学部にもよるし大学にもよるけど、こっちの大学ってその日本みたいにその1学期分ドンって払いましたら単位取り放題じゃなくて、はいはいはい、その1単位いくらみたいな。あ、そうそう、だから自分がそのクラスでいくら、そうだからその人そのなんていう、まあ、学年上がるにつれて、まあ、どんどん授業数も減っていくし、うん、あ、そうだね、確かに、うん、そうそう、授業数減っていくわ。そうだからだし、その自分がその何個
1学期に取るかにもよるけど、その1単位、1単位っていうか1クラスのいくらの値段だから、うん、だからでも大体1学期、まあ、200万大体1コマ、1コマっていうか1クラス、1クラス、まあ、1大体1クラス1週間に3回、うんうん、まあ、授業にもよる2回のやつもあるし、はい、けど大体その1クラスで3500、違うごめん4000だから、まあ大体40万、でまあ4個取れば、まあ、160だもんね。そうだね、単純計算で。そうで、まあ5個取れば200だね。まあ今ねいくらだっけ、105円ぐらい、105円ですね、ぐらい、うん、まあ、だからねそれを計算していただいて、まあ、どんどん上がってるからしかも毎年留学生の学費上がっていく。ああそうなんだ。そう